前の会社の取引先未満で終わった会社 A が本当に衝撃だった。こちらが元請け、向こうは下請け的な立場となる予定だった。実は、うちの会社の先代の社長が会社を起こすとき、A 社の社長のお父さんが大変助けてくれたそうで、そのご縁で、ぜひと向こうから声をかけてきたとのことで、まさに渡りに船だったらしい。聞いた話だと、経験のある社員は5人、基本自社で1から10まで請け負うことでコストカットしてる。最近新しく社員を雇ったので、さらに多くの案件に対応できるはずと、まあまあ期待できそうな感じで、上司と当時社会人2年目の私で相手の会社に出向くと、向こうの A 社長と女性社員 B さんが出迎えてくれた。社長はニコニコしている人だったし、 B さんも私と同い年ということで話もしやすかった。その日は問題なく終わり、まああそこになら任せられるかなと上司も満足げ、いい雰囲気で会社へ戻った。その日たまたま緊急の案件が相次いでみんなで残っていたのだけれど、私の社用携帯が鳴った。誰だと思って出てみたら、B さんの先輩だと名乗る C という人だった。B さんが泣いて話にならないから私が電話した、と C がとんでもないことを話し始めた。B は社会人ではなく高校1年生だ。夏休みの間だけ書類整理のバイトとして数日前に雇われた。なのにいきなり他の会社の商談に参加させられた。社員がいると説明があったそうだが、その社員たちは全員ドックの昔に辞めている。退職届が机の上に散らかってたので分かったそうだ。嘘がバレないよう急いで下請けを見つけろと A が指示を出している。高校1年の B さんにそんなことできるはずもなく、社長から今までずっと怒鳴られてた。つまり A 社長は B さんの年齢や社員数まで偽ってたということになる。こんなこと初めてで、上司も会社のメンバーもびっくりしてしまった。すると、隣で話を聞いてた先輩が、待てよ。A 社？そこ俺の友達が働いてたようなと言い出した。先輩は、もともと下請け側の仕事をしていて、そこから転職してきた人。だから、A 社と同業の仕事についてる友達がたくさんいる。すると、友達が A 社で働いてたそうで、いろいろ教えてくれた。2ヶ月いたが、仕事になった試しがない。パソコンのパスワードを教えてもらうのに1ヶ月かかった。職人として入ったのに、B さんと同じく下請けを探せと言われた。ところが、他社のほとんどから、早く辞めなさい、お宅の社長頭おかしいから、と断られた。同じビルに入ってる他社の女性社員を、男子トイレに引きずり込んで怒鳴り散らしてた。ビル共有トイレの石鹸の減りが多いから。さっき、俺のところに、社長から無給で下請け探せって指示が来てた。あれ、お前の会社と取引するためでは？すぐさま、上司が A に確認したところ、最初は B が嘘ついてるなどと偽っていたが、とうとう隠しきれなくなり、うるせえ。クソ会社。クソ甘。俺より学歴もないくせに。俺より身分も低いくせに。高貴な身分の俺が話し合わせてやったのに、ガーと叫んで電話が切れた。当然取引はなし。後日 A のお父さんが謝罪に来た。A 社長も40代なのに、それも衝撃だった半年。友達のいない息子でして、10年前に、なんとか、私の金で会社を起こしてやったのですが、ずっと、部下が半年もしないで辞めてしまって、と、しょんぼりしていた。先輩の人脈と、B さんの両親、恐怖心とも言うが助けてくれたようなもんです。上司も私も、全く身ばつけなかったし、先代の社長の恩人の息子というフィルターがかかってたのかも。人生初のバイトでこんなことになった B さんは本当かわいそうでした。すぐ辞めても訴えられない、
あなたは被害者だから。と上司が一生懸命説得し、明日からは行かない。まず朗希に相談するということになりました。朗希を通して、無事お給料も払ってもらったそうです。後日、ご両親と一緒に報告に来てくれました。B さんは、ずっと、申し訳ございませんでしたと頭を下げているので、今回のことは全く責めてない。また頑張って。と会社のみんなで伝えました。私に対して怒鳴ったのと同じ感じで、毎日7時間ぶっ通しで怒鳴り散らされて麻痺してしまい、お給料のため我慢していたと言ってました。高校に上がって、デジタルイラストを描きたくなったものの、高校生たるものバイトして、自分の金で買わなくては。と、画材のためにバイトを開始したので、なんとか頑張りたかったんだそうです。ミスをしたわけでもないのに、とにかく怒鳴られました。パソコンのパスワードを聞いたら怒鳴られ、データを打つためのエクセルの表がどこにあるのか聞いたら怒鳴られました。とのことで、仕事にすらなってなかった模様。社会人でも、初日で、ありのままの姿足で逃げるレベルなのに、数日もよく我慢できたなと驚きました。謝罪に来た A 社長、お父さんはまだまともと言いたかったけど、やはり極端。うちの会社を助けてくれたあなたの息子が、なんであんなヤバい人なんだ?ということを、丁寧な表現で上司が聞いたところ、ああ、このお父さんならそうなるか、と納得した部分すらありました。相当苦労して、一代で財を築いた人だからか、A が、3歳くらいの頃から、電気一つ消し忘れた、クレヨンを折ったというだけでも、ボコボコに殴ったそう。そして、夢のマイホームを手に入れた後も、奥さんと A は、常に正面玄関ではなく裏路を使わせる、つまり家の人間だと認めないような扱いをしてたんだそうです。さらに、金の大切さ、父親のありがたみを教えるために、ホームレス見学をさせて、レポートを書かせたりしていたそうです。そして深くため息ついて、今の A は昔の私なんですとのことでした。A の会社がまだあるのもびっくりなんですが、多分仕事にはなってないと思います。